トヨタ時代、古田悟は愛知県出身のバスケットボール選手、指導者である。選手としては1994年から2005年にかけて三菱電機に2005年から2011年までトヨタ、自動車アルバルクにそれぞれ所属。また1994年から2006年までバスケットボール男子日本代表に選出され、2001年からは首相を務めた。 ポジションは、フォワード、センター。引退後は指導者に転身し、2015年から2017年まで W リーグに所属する羽田ビッキーズのヘッドコーチを務めた。2017年4月より B リーグ、横浜 B コルセアーズのアソシエートコーチを務め、2017年から2018年シーズンはヘッドコーチを務めた。 愛知工業大学名電高校では同期の天野、義彦らとと共に3年のインターハイとウィンターカップで、いずれも決勝まで進む。インターハイでは、長谷川誠擁する、のっしろ匠に敗れるも、ウィンターカップ決勝でリベンジを果たし初、優勝メンバーとなる。卒業後は、日本体育大学を経て、三菱電機に入社しバスケットボール部に所属。ユニバーシアード準優勝メンバーとなる。 1998年には全日本のメンバーとして世界バスケに出場。2005年、トヨタ自動車アルバルクに移籍。2006世界バスケでは首相を務めた。また、この年に年間ベスト5賞を獲得した。2011年引退。引退後は全日本男子 U-22 のコーチを務め、2012年から江戸川大学男子バスケットボールチームを指導する。 2014年、秋田銀行女子バスケットボール部 HC に就任。2015年、秋田銀行 HC を退任し、羽田ビッキーズ HC に就任。2017年3月、羽田 HC を退任し、横浜 B コルセアーズのアソシエートコーチに就任。オフにヘッド昇格。2017年12月、4勝15敗と成績不振のため退任。 2018年6月、アースフレンズ東京 Z のヘッドコーチに就任。2019年退任。同年、山梨学院大学バスケットボール部監督就任。ありがとうございます。